はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ありです。さあ本日なんですが、ガチデッキをね、ご紹介していきたいなと思います。あのランク戦で勝てるデッキです、今日は。まあ、僕はあのいつもカジュアルエンジョイ対戦をルームでいつもやってるんで、まあなかなかね、あの環境外デッキがたくさん登場して、皆さんもね、あの楽しんで見ていただけてるんじゃないかなというふうに自分では思ってるんですけど、あのまあもちろんランクマがあるんで、ランクマを戦って、まあジェムとか、まあ、報酬とかをゲットしなければいけないっていうことがあると思うんですよ。で、僕がまあランクマを潜るときは大体このデッキを使ってるっていう、それがこのガチサイバイルデッキです。これをね今日はご紹介していきたいなというふうに思ってまして、まあちょっとね、どのぐらいの戦績なのかっていうのを、お伝えしておくんですけど、あのね、かなりね、かなり強いですね、一応。まあ、まだちょっと、今、シーズン2はゴールド帯で、まあ、シーズン1は、プラチナ帯まで一応行ったぐらいで、デイリーしかほとんどやってないから、大したことはないかもしれないけど、そのめっちゃ強い人に比べたらね。けど、まあ、対戦履歴をちょっと見ていただければと思うんですけどね、このデッキ何がいいかって、早いんですよ。こっから、まあ、ずっとね、ランクマは本当サイバー流しかほとんど使ってないんだけど、まあ、ちょたまに13ターンっていう地獄みたいなデュエル始まるんだけどさ、まあ、2 3ターン数ね、2ターン、2ターン、3ターン、13ターン、3ターン、4ターン、2ターン、2ターン、2ターン、3ターン、1ターン、2ターンとか、4ターン、4ターン、3ターンみたいな、マジで早いんですよ、このデッキ。これね、これサイバーリーの特徴で、まあ、負けるのもね、もちろん早いんですけどね、はい、負けるのも早いみたいなのがあるんですけど、何が強いかっていうと、高校で結構ワンキルが取れるのがやっぱりすごく強くて、で、このデッキどういうデッキかと言いますと、動かし方はですね、対戦を具体的にはご覧いただきながらになるかなと思うんですけど、まあ、キーカードだけ説明していくと、まずやっぱりめちゃくちゃ強いのは、ワンキル性能として高いのはこれですね、キメラテックランページドラゴン、サイバードラゴン ×2 で作れる、融合モンスターで、これ一ターンに一度自分のメインフェーズにデッキから機械族光属性を墓地送ると、その数まで一度のバトルフェーズ中に攻撃権が増えるということで、まあ、最大3回攻撃することができるっていう。で、サイバードラゴンってリンクモンスターがいて、サイバードラゴンジーガーっていうんですけど、こいつがね、打点上げることができるんですよ。自分のこのカードが攻撃宣言をしていない自分相手のバトルフェーズ、自分のフィールド上の攻撃力が2000以上の機械族モンスター相手対象にとって、あ、2100以上か、2100以上のモンスター対象にとって、例えばまあランページですよね、ランページ対象にとって、そいつの打点を2100上げることができますって書いてあるんですね、ターン終了時まで。これね、ランページを4200にできるんですよ。4200で3連打したらさすがに勝てるだろうっていう、そういう話です。これがやっぱメインの勝ち筋になりますね。で、もう一個強いのはやっぱりね、効果を無効にできるモンスターを、まあ、結構簡単に出せる、それがやっぱサイバードラゴンインフィニティっていうモンスターなんですよ。これノバを出すとね、ノバの上に重ねてエクシー召喚できるんですけど、このインフィニティがまあ強くて、これ妨害ももちろんできます。3番目、一旦に一度カードの効果が発動した時に、このカードのエクシー材を一つ除いて、その発動を無効にして破壊できますという効果で、これがまあ強いっていうのもあるし、この2番目のね、一旦に一度フィールドの表が攻撃表示モンスターをパクることができるっていう、このね、除去もできるし、まあ、無効にもできるっていう、このモンスターが、まあ、簡単に使えるというところが、サイバー流の、まあ、一番強いところですね。はい。で、一つ一つカードを見ていくんですが、サイバードラゴンヘルツ、まあ、ちょっとね、本当はデッキちなみに40枚に抑えたいんだけど、ちょっとやりたいことを全部入れるとこうなっちゃったんだよな。まあ別に40も41もそんな変わんないんで、まあ別にいいかなと思ってるんですけど、サイバードラゴンヘルツ、これはね、墓地へ送られるとサイバードラゴンをサーチすることができるということで、サイバードラゴンヘルツと、ギャラクシーソルジャーっていうこの2枚が揃ってれば、基本的にランク5が立てられます。ギャラクシーソルジャーは、手札の光属性を送ると特殊感できて、さらにギャラクシーモンスターというのが加えるよっていう効果を持ってるんで、ギャラクシーソルジャーとヘルツでもう一回そのサイバードラゴンとヘルツを持ってくることができるんですよ。ヘルツの効果でサイバードラゴン、ギャラクシーソルジャーの効果でギャラクシーソルジャーを持ってこれるんで、まあ簡単にね、レベル5が2体並ぶんで、まあ、ノバからインフィニティっていう、まあ、この動きが割と鉄板の最強ムーブですね。で、これサイバードラゴンネクステア、これは、手札からと、モンスターを捨てると特殊召喚できるっていう効果と、あと召喚特殊召喚に成功すると墓地の2100の
攻撃力か守備力か2100の機械塚モンスターを特殊化できるよっていう効果を持ってるんで、これで例えばあのモンスター数を増やしてサイバードラゴンズリーガーを立てていったり、あと一回死んでしまったあのインフィニティやノバか、ノバを立てて特殊感してで、ノバの上にさらに重ねてインフィニティを出すっていう動きもできるんですよね。これがかなりね強いですね。あとあのもちろんランページも特殊感できるんで、墓地から、まあ、この辺のモンスターを出していくことができるのがかなり強いところ。もちろんサイバードラゴンも特殊ができますけどね。で、サイバードラゴンコア、サイバードラゴンコアは何でもサイバー魔法トラップまたはサイバーナティック魔法トラップ持ってこれるんで、例えば、コア召喚してエマージェンシーサイバー持ってきて、エマージェンシーサイバーの効果でヘルツ持ってきて、でヘルツとギャラクシストロジャーでインフィニティ出したりとか、あと単純にサイバードラゴンコア召喚して1体でリンク召喚して、まあ、アルミラージかなんかになって、でこいつで持ってきたサイバーリペアプラントですね、これで、怪獣持ってくるとか、これねこれで怪獣サーチできるんですよ。サイバードラゴンコア召喚してさ、まあ、1体でリンク召喚してあのアルミラージになって、でもう墓地にサイバードラゴンがいるんで、まあ、あのコアで持ってきたリペアを使うと、リペアって墓地にサイバードラゴンがいればデッキから機械属性を持ってくれるよっていう効果を持ってるんで、これでね怪獣持ってくれるんですよね。これすごい強いです、はい、怪獣であの相手のね、まあ、先行制圧モンスターとかをまあなんだ処理することができるんで、まあ、これがかなり強いですね。でサイバードラゴンはもちろん3枚とで、これペガサスツインセイバーっていうこのモンスター、これ何するかっていうと、4番目か、このカードが装備されている場合、一旦に一度相手フィールドのモンスターが発動した効果を無効にできるよっていう効果を持ってて、これね、あのね、サイバードラゴンインフィニティにこいつ装備するとマジでやばくて、何でも効果1回止めるのと、モンスター効果1回止めるプラス、打点が3000いくつになるんですよ。3100以上、3700とかになるんですよ。これが強くて、で、こいつ光属性なんで、サイバードラゴンインフィニティにユニオンキャリアで装備することができるんですよね。だから結構ね4体、まあ、3体か4体並ぶ手札であれば、まあ、サイバーレブシステムとか使ってね、展開してもいいし、まあ、ノバの効果で、展開してもいいんだけど、まあ、ノバ効果使えて展開した場合ってモンスター結構横に、まあ、4体くらい実質並ぶっていう展開が起きるんで、インフィニティにユニオンキャリアで、ペガサツインセイバーを装備するっていう超強い先行の、まあ、盤面ができるんですよ。だからこれ一応一枚出てます。まあ引いた時にね、あの若干腐るっていうのももちろんあるんだけど、まあ例えば、あの、コストにね、したりとかもできますし、ギャラクシストロジャーとか、ネクステアのコストにすることもできるんで、まあ一応まあ引いても、腐りはまあしないかなっていうコストとして使えるかなと思って1枚入ってると。で、高校デッキなんで、パンクラトプスは1枚入れてあるのと、まああの、高校デッキだから地図ケールが2枚入ってると。で、魔法トラップやっぱ除去したいので、まあハーピーの羽根ボケは1枚、で、死者蘇生が1枚。で、機械複製術が3枚。これはもう圧倒的最強カードです。はい。これ最強カード。ネクステア、ヘルツ、ネクステア、コア、これ全部、全部サイバードラゴンになれるんで、あの、フィールド上だとね。だから、機械複製術を打てば、サイバードラゴンがデッキから2体出してこれると。これさすがに強い。1枚が2枚になるから。なんで、これは3積みです。はい。絶対に。で、オーバーロード。これね、素引きするとめっちゃ強いんで、まあ、あのただ被っちゃうと弱いから、まあ、2枚ぐらいでいいかなっていう。で、あのアナコンダの効果で墓地に送って融合するっていうこともできるんで、まあ、オーバーロードフュージョンはまあ2枚ぐらいはあった方がいいかな、まあ、1枚でも回るんだけど、俺は素引きした時の強さがちょっと気に入ってるんで、まあ、一応1枚増やして2枚ぐらいしてますね。普通の構築だと多分結構1枚とかになってることが多いかなと思いますけどね。でマージェジサイバーはサイバードラゴンだと何でも持ってこれるんで、圧倒的3枚で、リペアもさっき言ったように、まあ、サイバードラゴン持ってこれるし、怪獣持ってこれるし、あとギャラクシーソルジャー持ってくることができるんで、まあ、これは絶対1枚いりますね。で、レブシステム、これはまあ、最悪なくてもいいんだけど、なんかコアから一撃でネクステア蘇生して、で、ネクステアから一気にノバ蘇生するとかもできるんですよ、これ。だから、まあ、そういう動きが、あの、手札1枚から、コアから、コア1枚でできる可能性があるんで、1枚入ってます。これはまあ、なくてもまあ、最悪いいかなって思ってますけど、はい。で、ライトニングストーム。これは、モンスターもしょれるし、魔法トラップもしょれるんで、高校用デッキだからね。そして、やっぱエルドリッチとか、ああいう、まあ、環境デッキを倒すために入ってますと。で、ハカーナ。これはまあ、手札誘発のね、この辺の、ウララとか増人とか自分も入ってるけどさ、この辺のカードを除外していくために入っていると。で、サイバーネティックオーバーフローは、これはね、やっぱりね、なんだかんだ強いんだよね、1枚入ってると。これコアからもちろん持ってこれますけど、これ相手のカードを選んで破壊できるよっていう墓地のサイバードラゴンをね、コストに、墓地か手札かのサイバードラゴンをコストにすれば、これね、めっちゃ強くて、これセットしとくと、まあ、例えば、超が破れると、あのサイバードラゴンインフィニティに、なんかそのツインセイバーを、装備しといて、セットサイバーティックオーバーフローとかできるんですよ。これめっ
ちゃ強かったりするんですよね。まあもちろんあのコアでサーチしてこなきゃいけないんですけど、その場合はこれが強いんで1枚入ってますね。でエクストラデッキはランページ、これは2回出すことが結構あるんで、まあ、2枚で、キメラティックフォートレスは、相手の機械族、例えばこのジズケールとかね、こういうのをあの奪って融合できるんで、まあ、1枚で、メガフリートは相手のエクストラモンスターゾーンのモンスター、例えばアストラムとか ああいう系のなんかめちゃくちゃ強いけし、なんかそのサイバードラゴンギミックでは突破できないようなモンスターも吸って融合できるんで、これ最強なんで、あのサイバードラゴンプラス AX モンスターゾーンのモンスターだから、サイバードラゴン特殊召喚してすぐにね、あの相手のモンスターしょれるっていうことで1枚超融合みたいな感じですね。で、プレアデス、プレアデスもあんまり出すことないけど、あのノバインフィニティしちゃうから大体は、ただまあ上振れるとあのレベル5はめっちゃ並んで、なんかそのサイバードラゴンインフィニティとプレアデスっていうパターンもたまにあるんで、まあ、これは1枚入ってますと。でノバインフィニティは言わずもがな2枚ずつで、リンクリボーはヘルツを変換するように1枚で、アルミナージュはコアを変換するように1枚で、ゼイガーも、2体並んだ時に打点アップできるから、1枚で、ユニオンキャリアはさっき言ったようにペガサスインセーバー持ってこれるんで、まあ、1枚で、ベルテアナコンダはオーバーロードフュージョンを落とすように1枚で、アクセスコロとかはまあこれほとんど出したことないんですけど、まあなんか入れといたらいいかなと思ってお守りに入れてますみたいな感じですね。はい、デッキ構築は以上です。まあちょっと回し方はね、対戦をご覧いただきながら見ていただければと思うんで、早速ね、なかなか見れない、マスターディール版僕のガチ対戦をぜひご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ脳死でランクマンを周回していきましょう。わかんねえデッキ。とりあえず先行はくれてやったじゃあハンド弱、ハンド弱、ドラゴンメイドか。なるほど、ドラゴンメイドのお心遣い、あ、お心尽くし、ドラゴンメイド、ティルル、あ、これやばい、なんか持ってくるやつじゃないこれ、あ、違うか、おやオロマイか、はいはい。これドラゴンメイドってさ、なんか環境なんですよね。俺なんか全然回し方知らないんですけど、なんかティア表みたいなやつなんか見たらはなんか ありましたよね。 A ランクくらいにね。何が強いのか知らないですけど、一回当たってなんか一瞬で高校ワンキルして勝った記憶あるんですけど、今回もなんかよくわかんないけどちょっとジズキエルいるんで、なんとかしてちょサイバードラゴン下級モンスターかなんかを引いて機械複製術で分からせていきたい。機械を複製していくことによってね、あ、天球のセコミに出るんだ。なるほどね。これは相手ターンに、あ、エンド弱くね、あれリリースしたら出てくるけどね。またちょっとバウンス、選んでバウンスマジ、あ、強い、選んでバウンスマジめんどくさいんで、ちょっと一回これジズキエル君をリリースさせてもろて、これ君のモンスターちょっと一回リリースさせてもろて、でジズキエル君ドーンあとは相手の手札にウララとかあるかどうかですね。エマージェンシーサイバー止めてくるかな、なんかエマージェンシーサイバー止めてくるプレイヤーは割と分かれてみたいなのがあるけど、これね、このハンドだったらね、このハンドやったんだけどね。まあ、ただコアの効果止めるとかは普通にあると思うから、コアとか、まあ、ヘルツとかどうだろうね。まあちょっと相手のハンド誘発あるか分かんないんですけど、ちょっといきなり実技ヘル出しちゃったんで、これとりあえずエマージェンシーサイバーどうですか、取ります、あ、通んなそう、あ、終わった終わった、終わった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 通る通る通る、よし、サイバードラゴンコア持ってくることができた。あとはウサギ、これは無事サーチ通んなくてもいいや、これ最悪通んなくてもいい、これは通んなくてもいい、逆に通んなくても機械複製術はあの1ターン1の制限ないんで、別にここになんかウララとかウララでも別にいいですし、まあ、多分コアの効果止めてくると思うんだよな、止めてこないかな、機械複製術ケアする、あ、ウララね、はいはい、オッケー、これがランクマってやつかな。リゾーブ、まあここは止められるのは分かっていたんで、まあ、とりあえず機械を複製していく、で機械を複製してサイバードラゴンとなっているサイバードラゴンコアを選択することにより、なんとデッキからサイバードラゴンが2台も出てくるっていう最強効果、ウィーと1 2 3 1 2 1 2 3 4、これもう一回ぶち込んでいいやつか、これ、先にこれ機械複製打っちゃっていいんじゃない、これニビルとか入ってないでしょ、多分さすがにニビルとか入ってないですよね。でサイバードラゴンを特殊召喚していく、これは強いぞ、勝ったなこれ完全に、なんかあるな、なんだ、うわあ、うわあ、あれ負けの来た、あれ負けなんだ、うわー
やばい、嘘だろ、マジか、やべ、完全にフラグを検知するのがうますぎる。ちょっと待ってくれ、とりあえず死者蘇生発動するか。蘇生発動して何が起きる。ちょっと待って、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 あ、でも一応オーバーロードあるから、オーバーロードして、サイバードラゴン特殊化したら、インフィニティは出るか。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。一回一応オーバーロードしましょう。オーバーロード打って、まあ、とりあえずランページを出しましょう。いや、もうさすがにないでしょ、誘発。ちょっと待って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 、マジでまずい。ですね、ちょっと待ってくださいね。これで、でサイバーだってキメラテックランページドラゴンを融合召喚、いやいけるぞ、でも一応返せるで、キメラテックランページドラゴンの効果と、このモンスターは一旦一度、デッキからサイバードラ機械族モンスターを墓地に送ることによって光と剣、攻撃兵を増やすっていう効果があるということかな。ネクステを送りまして、まだ僕召喚剣使ったわ、怖い、まあでもなんかね、あれ なんとかなる、多分なんとかなる。でサイバードラゴンコア回収するでしょ。でですね、ここで蘇生してまだ動くと思わなかったんだろうな。死者蘇生する、死者蘇生して墓地のサイバードラゴンを特殊召喚せざるを得ない。サイバードラゴン特殊召喚 でノバ効果ネクステアで、ネクステア効果でランページ蘇生かな。これが一番強いんじゃないか。あ、わかったわ。え、これ勝てるかもしれん。ワン、なんなら。ワンあるかもしれん。サイドラ特殊でしょ？で、サイドラ特殊して、でだな。こうしてだな。で、レベル5のモンスターが2体でオーバーレイをしていこう。サイバードラゴンとキムラテックランページドラゴンでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。サイバードラゴン、ノブサイバードラゴンノバのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使うことにより、特定のモンスター一体を特殊召喚。特殊召喚するのは、ランページ切って、ランページ切って、ネクステア。で、ネクステア、ここ、魂の攻撃表示。攻撃表示間違えたか？いや、でもこのターンで勝てば関係ねえ。で、キメラテックランページドラゴンを特殊召喚していく。よし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 。あ、これいけるんじゃないか。これ、競えばいいんだろ。あとは。サイバードラゴンドマの前に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズランクアップ、エクシーズチェンジ、ランクアップしてねえあらろ、サイバードラゴンインフィニティ、サイバードラゴンインフィニティのモンスター効果発動。お前のニビルとかいうモンスターは吸収させてもらうぜ。ピューン、そしてキメラテックランページドラゴンのモンスター効果発動。このモンスターはデッキから光特性機械族モンスターを墓地に送ることにより、お前の顔面を3回殴ることができるようになるぜ。さあ、残悔の用意はできてるか、バトルじゃ、え、マジニビル投げられても返してるの、マジ天才か。ちょ、ニビルが早かったようですね。大先生、対戦ありがとうございました。いや、ちょっとびっくりするから、あの隕石投げるのマジでやめて。進んで高校取りながらなんかドヤ顔腕組んでなんか相手の先行展開見つめるゲームなんで、多分相手もびっくりすると思います。多分僕じゃんけん勝ってるんですけど高校選んでるんですよね、いつも。意味わかんないですよね、このゲーム先行が強いんじゃないですかだからいつもね、じゃんけんで勝った、じゃんけんでコイントスか、コイントスで勝っても、あ、じゃあ高校でっていう高校選んでる感じなんですよ。これやばいですよね。欲しいじゃないかって、ユニオンキャリア、あ、ギャラクシーアイズ、フォトン銀河ですかね、これね。もしかすると、フォトンスラッシャー効果で、あ、これフォトンオービタルか。やべ。かっけえ、フォトンオービタルだ。フォトンオービタル装備していく。で、オービタル効果、これあるか、スラッシャーか、名前違えた、バニッシャーか、あ、ちげえわ。ギャラクシーアイズ、フォトンだもんね。で、あ、ギャラソルいいのか。なるほど。ギャラソル効果で、ギャラソル捨てて、ギャラクシーソルジャーを特殊召喚して、でギャラクシーソルジャーの効果でギャラクシーソルジャーを持ってくるという効果。はい、やばい、これインフィニティ、あ、違う、ちゃうわ、銀河戦車だったわ。なるほど、インフィニティがノバインフィニティが助かと思ったわ、ごめん、違ったわごめんね、サイバー
サイバードラゴン使いからするとさ、ギャラクシーストルジャーってギャラクシーストルジャー持ってくるカードなんだよね。そういえば俺もこのカード入ってたわ。俺も銀紙デッキ、あ、ギャラクシーアイズデッキもね、一応動画にしてるんで、よかったらねそっち見ていただければなと思うんですが、あーっとモンスター効果向こうのやつ来たー、やばいー、これソルクレアも立っちゃう。これそういえばまずい、いめっちゃ強い、やばソルクレア、やばい。これは相手のターン特殊召喚されたモンスターを手札から、なんかギャラクシーアイズフォトンドラゴンとかを捨てると、爆発できる。でフォトンロードはモンスター効果何でも無効にするっていうマジでやばいカードなんですけど、あれマジでやばいですね。ちょっと本当に怪獣持ってこれるんで、一応サイバーリペアプロントあるから、うらら遅えよ。お、あでも遅くもないか、遅くもない。一応あのフォトンロードの効果止めれるっちゃ止めれるんで、でサイバードラゴン特殊召喚から入らせてもらって、ちょメガフリートしたいんですけどいいですか。あこれ一回うらら打ちますか。ちょっとなんかワンチャン打ってくんねえかな。もうちょっとこれどうせつかないから、これうらら打って、ここは無効にしてくんない。これフォトンロードの効果無効にしようぜ先生。先生これやばいっすよ。このうららっていうカード無効にしないと、あなたギャラクシーアイズフォトンドラゴン持ってくることができないらしいですよ。どうします、無効にしますよね。無効にしませんか。無効にします。来た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 、うらら一回無効にされた。ってことはだ、ってことはだ、つまりこれ以降モンスター効果を使ってもいいという許容が許容された、許可。フォトンロードいいよ。でフォトンロード効果で、ギャラクシーアイズを持ってきて、で特殊召喚されたモンスターを爆破するっていうソルフリアの効果が一応使えるようになりましたね。これでね、相手のメインフェーズに特殊召喚されたモンスターを爆破するっていうあまりにもやばい効果が発動されそうなんですが、まあ、とりあえず一旦ユニオン、これサイバードラゴン墓地を組んないと怪獣出せないんで、ちょっと一回メガフリートで墓地を組みますか。サイバードラゴンと、ユニオンキャリアを墓地を組んで、そこのモンスターは私が吸わしてもろて、ピコーン。さあキメラテックメガフリートドラゴンを特殊召喚していくぜ。キメラテックメガフリートドラゾンは相手のエクストラモンスターゾーンのモンスターも吸える、サイバードラゴンと。ちなみにこの展開に召喚権は使わない。なんて強いんだ、これが高校サイバー流。あ、ちなみにこれあの相手のアストラムとかしょれますからね。あの相手がドヤ顔出してきたアストラムとか先行でね、エクストラモンスターゾーン出してきたやつ、めっちゃ強そうなやつ、あれ吸えますから。はい、ま、なんか破壊された。あ、それ破壊しちゃっていいの、大丈夫。それ破壊しちゃうとやばいこと起きるか分かるけど、ですね、まあ、あとはもう妨害、見えてる妨害はないんですよね。手札が何かっていう話なんですけども、とりあえずこれはネクストや特殊召喚しちゃっていいんじゃないか。機械族しか出せない縛りあるけどいいや、もう機械族しか出さん、もう行こう。でサイバードラゴンネクストやのモンスター効果を発動していく。サイバードラゴンネクストやのモンスター効果によって特殊召喚サイバードラゴン、これ2枚引いてるの弱いな。機械複製術で本当は2枚出したんですね。まあ1枚でいいんですよサイバードラゴン基本的に。機械複製してもこれ1体しか製造できないんですけど、まあ、一応製造はできるんで、まあ、とりあえず複製しますか。機械複製術発動、機械複製術の効果発動して、サイバードラゴンをデッキから特殊召喚、同盟モンスターを、ね、出せるんで、全部サイバードラゴン下級は、ね、サイバードラゴンになってるんで、っていうのではこれが最強の理由ですよ。召喚権まだ使ってないのか、俺天才だな。これサイバーリペアプランターでコア持ってるのあるな。でこれこうしてだな。でまずノバ出して、ちょ隕石やめてね、まあ、隕石は相手もリリースするけど、まあ隕石とかマジでやめてね。あのね、さっきもね隕石投げられたんだよね。なんかメインデッキから隕石入ってるやつ意外といるっていう隕石めちゃくちゃ投げられるっていう、なんかアルマゲドンめっちゃ起きるんですよ。 I don't wanna close my eyes ってね、エアロスミスかな。でサイバードラゴンインフィニティを特殊召喚していく。サイバードラゴンインフィニティ、これがサイバードラゴン最強モンスター。お前のフィールドの攻撃表示モンスターは吸収させてもらうぜ。これちなみにマジでどうでもいい話なんですけど、これ相手のモンスター吸うとなんか相手のモンスターのコントロールを得た扱いになるらしくて、なんかあのミッションが進みます。これインフィニティを出して相手のモンスターを吸うとミッションが進むっていう話ね。これあれか、ユニオンキャリアで、これジーカー出そうと思ったけど、これユニオンキャリアでいいや。あのペガサスツインセイバーっていう最強のカード、皆さんにお見舞いして差し上げますよ。でここで機械族光属性でユニオンキャリア出していく。で機械属性機械族を選択して、
サイバードラゴンインフィニティを選択し、その高能モンスターと同じ種族、あ、属性のカードを装備することができるペガサスツインセーバー、これちなみにモンスター効果無効にできます、フィールドので、デッキから機械族光属性を手札に加えていく最強効果、これによってもちろん怪獣も持ってこれるんですけども、サイバードラゴンコア持ってきて、これでオーバーフローセットよ。これでどう、これもきついでしょ。でサイバードラゴンコア召喚で、サイバードラゴンコア効果発動して最強カードを持ってきて、ちなみにこのターンで機械族しか出せないんで、あのアナコンダから融合とかできないんですよ、ね、なんで、まあ、ちょっとこれは相手のターンを制圧していく、そういうスタイルで、ね、いきましょう、はい、でメイン2でサイバーティックオーバーフローをセットで、これで楽しろう。これ今一応墓地にサイバードラゴンとネクステアがいるんで、いますね。だから2枚破壊しますね。選んで2枚破壊と、何でも効果無効1回と、モンスター効果無効1回です。勝ちましたね。完全にトレードイン。なるほど。手札増えるかもしれないんで、これ無効にしちゃうのが、多分これ、プレイング的にはいいだろうと思うんだよな。これで次の、ここで、この後にライトニングストームとか打たれても手札1枚なんで、相手そんな簡単に返せないと思うんですよね。そんなに簡単には返せないはず。で、墓地に今サイバードラゴンコアがいるんで、返しを俺は返せますから。はい。返しを俺は返せる。はい。了解。止めた。もう無理だろ。あと2枚だぞ。モンスター効果向こう1回あります。そして選んで破壊。よし。やっぱインフィニティなんだよな。なんか、あれだよね。サイバー流とかいうデッキ脳死すぎてめちゃくちゃおもろいよね。やっぱりランクマン周回するんだったらこのデッキめちゃくちゃおすすめしたいですね。やっぱ高校で結構脳死でワンキルできるのがいいところだと思ってて、結構先行とかだとなんか先行展開して3ターンかかっちゃうじゃないですか。先行展開して相手制圧してで3ターン目でキル取るみたいな感じだと思うんですけども、サイバー流って2ターンで勝てるんですよ。2ターンで勝てるってまあ先行制圧盤面を作って相手にサレンダーさせる方が早くねっていう意見はあるかもしれないけどね、うん、これが現代遊戯王みたいな話はありますから、まあそういう意見もありますけどね。あ、ドライトロンなんでこれやばいな。え、これ噂のあれか、噂のヤスが来るやつか。これあれ、なんか俺不穏な気配感じてきた。誘発なんもねえ。まあでもいや、これハーピーの羽暴とサンダーボルトあるんだぜ。勝てるでしょ。相手の前と後ろ全部破壊してパワーボンドしたら勝ちじゃん。ほぼ。いや、勝てるだろ、これ。ちょっと不穏な気配を感じるな。やばい。出た。もうさあ。勝てるわけなくね、これ。遊戯王やめろやめろおじさん出てきちゃったんだけど、やばい。遊戯王やめろやめろおじさんだ通称遊戯王やめろやめろおじさん、手札から転属モンスターを墓地を送ると、相手が発動したモンスターの効果魔法トラップカードを、全て無効に破壊する。そして相手がモンスターを特殊召喚する際、その特殊召喚を無効にし、そのモンスターを破壊する。キモいことしか書いてねえ、これ。これね、ちなみに現代遊戯王ではギリギリ法に触れてるって言われてます、はい、法に触れてます。これはシンプルに法に触れてるって言われてます。マジでやばい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 。なんかあの手札から無効にするやつも加えられた。終わった怪獣もケアしてきやがった。とりあえずハーピーの羽ばーき止めろよ、止めろ。あ、くそサンダーボルトうざ、キモい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 、バリキモい、バリキモい。マジでこの遊戯王やめろやめろおじさん、頭おかしいだろ。一ターンに一度って制限つけとけバカ。誰が、とりあえずギャラクシーストルジャーの効果を発動する。ギャラクシーストルジャーの効果によりギャラクシーストルジャーを墓地を送り、ギャラクシーストルジャーを特殊召喚。いや、これワンチャン、あーあああ、なるほど、なるほど。サイバードラゴンネクステアを攻撃表示で召喚。そして
サイバードラゴンネクステア一体で、いやこれこっちか、マスカーレナとかいうモンスターを吸収させてもらうぜ。オラ2体のモンスターを使って融合召喚、現れろキメラテックメガフリードドラゴン、うわー100%おかしい、やばいマジで、これはこれは現代遊戯王の闇だろ、完全に現代遊戯王の闇を暴くっていう動画にタイトル変えようか、おかしいってこのデッキ、絶対遊戯王じゃないよこんなの。おジャストキル歌、皆さんどうやら理解したようですね、これが遊戯王マスターデュエルです。